人に喋ってる筋肉を作る野菜。あ、聞きました。よくね。聞きました。ブロッコリー、ニンジン、カボチャ、シイタケ。まあ、この辺もし食べてくれるなら、ただし体重が1キロもないから、人間の食べるのの60分の1秒ぐらいだったら、こういうのもし食べてくれるなら、それからあとはタンパク質、まあ、鶏のささみが一番いいかな。うん、普通のかお豆腐とかね、まあ、この辺の食材ってさ、まあ、僕らが食べるのは50分の1ほんのちょっとなんだけど、そういったのがやったんだ。それから猫ちゃん用のそのおやつ、あのチューブか、うん、いいですよ。ただしあんまりやりすぎちゃうとレッドフード食べなくなっちゃうから、ね、あくまでおやつ、おやつだから少しにして1本を1日1本食べちゃうとちょっと多いかなと思うんで1本をまあ4日ぐらいで食べるとかね、そんな風にするのがいいかな。でもこの辺の食材はとっても、うん、いいかなと思うんですけどね。いや、それはその子によります。食べてくれる子もいるし、食べない子は食べない子。もうどっちかというとね、肉食なんですよ。だからこっちの方が食べる可能性がありますね。普通 の、 別に鶏肉じゃなくても、牛肉でも豚肉でも、ダメじゃないですか。ちゃんと火を通してあれば。火を通してあれば。あとお豆腐とか豆とかね。味がついてちゃダメだけどね。そうです、そうです。こういったタンパク質をやるのは悪くないかなと思うけど、ただ減脂にならんように。体重が1キロない子なわけなんで、そうですね、基本はレッドフードで育てた方が、いいかなとは思いますけど、やるとしたらこういったものとか、ネクソンスピアップちゃんのおやつ、最近チュールすごい出てるから、ああいうのはいいかなと思いますね。ジャーキーとかは、ジャーキーも、まあ、ダメじゃない。要はね、ちょっとね、チューにしてもさ、ジャーキーにしてもさ、リンがちょっと多いんですよね。美味しいものって大抵リンが多いんですよ。そうするとプレートもさ、年齢がまあ例えば3歳、4歳、5歳になってくるとリンが悪いと慢性腎臓病になる場合がいるんですよ。そういう子にリンが多いの食べちゃうと進行は早いと思います。だから、そういうところで、まあ、総合は進めない。バイトはいいですよ。バイト完全栄養食だから、ね、はい、フレットバイトとかね。フェルトのやつとか、うん、あれはフェルトのやつなんですよね。だからフェルトバイトは結構いいと思いますけどね、はい、うん、そんなところでどれやってみてください。歯磨きもね、毎日お願いしますよ。それも遊びの一環でも切ってもらえるといいですけどね。じゃあこれは出しておきますから、8月1日にね、つけてください。はい、すいません。